僕が作ったのは一人人生ゲームというゲームです。なぜこの作品を作ろうとしたかですが、人生ゲームはサイコロを振って、その出た目の分だけ進んだりして、で、なんかイベントがあったらその書いてあることに従ってお金が増えたり減ったりするので、で、繰り返しっていうのと、まあイベントだったらその起こる確率だったりを乱数とかで表せるので、なでしこだったらやりやすいかなと思って選びました。で、作品の概要をちょっとこの下にまだあるんですけど、まあ、自分一人で行う人生ゲームで心を振って出た目の数だけ進んで、いろんなイベントに立ち会って100進むとゴールします。遊んでる途中の写真とかを入れなかったので、今から実際にやってみるんですけど、サイコロをボタンを押すと、サイコロの目はって言って、これが乱数で出て OK を押すと、まあイベントが起こるんです。で、これをずっとで、最初所持金が1万円で、途中収入が入ったり支出が入ったりして、どんどん増えたり減ったりしてってきます。で、まあどん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 進んゴールって出て終わるんです。はい、それだけなんですけど、工夫したことは、各イベントの発生確率を乱数で表したこと、まあこれは大学院生の方に教えてもらってできたことなんですが、あと収入や支出の金額を、まあ一定だと面白くないかなと思ったので乱数で表したことです。で、あと工夫したこと、あ、じゃあ苦労したこと、できなかったことは、まあ本当はやりたかったんですけど、マップや付加要素を入れたりすること、まあ、さっき見てもらった通り単純な繰り返しだったのでつまんないなと思ったと思います。あとそのプレイヤー、自分をまあ
アニメーションとかで表示することだったり、あとはプログラムの書き方や順番を考慮しないとうまく動かなかったりとかしたことですね。はい、この2日間を通して、なでしこは最初は日本語だから簡単にできるかなと思ったんですけど、なかなか思い通りには進まず苦労したです。で、まあ、ただ問題が解決された時は、まあ、嬉しく、まあ、そこにやりごたえがあるのかなと感じました。まあ、今日の経験を通してもっとプログラミングをやってみたいと思ったので、まあ、家でも自分でも何でもいいからまた作ってみたいなと思いました。あと人生ゲームを完成させたいなと思いました。以上です。